どうも皆さんこんにちは、ゆりでございます。皆さんこんにちは、私はですね、今日今から買いに行かないといけないものがあるので、それを買いに行きたいと思います。それではレッツゴということで、肉玉にやってまいりました。今日ですね、今からエスジュースっていうクレンズジュースみたいな、もうね、最近ね、ここのね、湿疹とかもやばいし、なんか食生活もやばいから、なんか断食じゃないけど、ダイエットっていうよりかはもうなんかちょっと体質改善みたいなので、ちょっとちょくちょくやり始めようかなと思って、ニコタマと中目にあるんですけど、東京のオアシスニコタマにちょっと来てゆっくりしたいなと思ったので、今から向かいます。辺にあるんだよね。風やばいね。春一番か。来たよ春。来ました。めちゃくちゃ重いですこれ。やばい。こんな飲むんですね。やばいな、今日風強すぎて、ちょっとお出かけ Vlog の日じゃないな。一旦、ちょっとこれから電話する予定があるので、そこで電話をして、ちょっと今飲もうかなと思います。すごいね、見られてます。やっぱ YouTube やってるんですって。すいません、なんか外国人の方が結構見てますね。はい、7人ぐらい男性がいるんですけど、皆さんが私を見てます。それはそうでしょうね、一人でこういうことをやってると。ちょっと重たいし、なんか結構あれなんで、ね、ちょっと行きたいと思います。座るとこだったんです。なんか全然お出かけ日和じゃなくて草生えるわ。てかごめんなさいね、ここでちょっと飲ませてください。なんか飲まなきゃやってらんない。ちょっとマジお腹空いて、やばい。電話をねしないといけなくて、今日なんか電話が来るらしいんですよ。それをね、待たないといけないから。 3AM こんな感じで、なんかストローとついてる。なんか全然飲みにくいとかない、普通です。ちょっと苦味の強い、なんかちょっと苦味の強いやつ。声聞こえてる。1本終わりました。雑貨屋さんに入ります。はい、ということで皆様帰ってまいりました。もうね、今日はね、お出かけ Vlog 撮ろうと思ったんですけれども、風強いし、もう調べた春一番ってやつ、もうそんな大層なしできませんということで、もう今日はもう本当にじゃあもうクレンズダイエットの私の一部始終をね、皆様にお届けできればと思っておりますので、マジでね、映えるんだよね、これ。映えちゃうからさ。映えちゃう。クレンズジュースはもう映える時代になったね。Yes ジュースです。Yes 東京。みんなもね、なんか結構見たことあるんじゃないかなと思うんですけど。あ、照明つけるの忘れた。まあ、あってもなくても変わんないですね。はい、なのでこれをね、私はやっていきたいと思います。別にこれ案件とかでも何でもなく、私が個人的にやってる感じなんでね、まあ
これに沿ってなんかやらないといけないらしいので、あと水も結構取ってくださいねって言われて、左右ねやっていきたいと思います。もうマジでね、内から綺麗になりたい、そういう気分です。じゃあ記録していきます。セブンティーンってやつですね。セブンティーン、セブチ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 イエーイ、セブチ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 イエーイみたいな、飲んでいきたいと思います。うん、あーセロリの味が結構するから苦手な人やばそう。あ、うまっ、普通にうめえわ。じゃあ分かりやすくするために、今日ちょっと服着替えたんですけど、理由は今日と明後日でどれぐらい顔が変わってるのかっていうのを、血色とかも含めてね比べていきたいと思います。今はねこんな感じです。じゃあ写真撮ろう。はい、チーズ。やばいです、マジで寝てました。3、4時間は軽く寝てましたよ、マジで。やば、3、4時間軽く寝てたんですけど、空いてるし後ろもいいか。もう断食し始めても結構経つんですけど、3本目飲んでいきたいと思います。うん、これもうまいんです。もうね、やばい、眠すぎてやばい、もうなんか人生の終わりぐらい眠い。やらないといけないことが 7億ぐらいあるからさ、ケールとかが入ってるやつですね。ちょっと苦いのかな。おおう、それってみんな、ああ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 。皆さん、今引き出しの中を片付けているところなんですけど、マジでもう物がありすぎて、うちね収納がめっちゃ少ないんですよ。では飲みたいと思います。こちらピンクサラッチって感じです。トマト、生姜。私がなんでこれを着ているかっていうと、やっぱりねお店の人にも言われたんだけど、冷たいし野菜だから体が冷えちゃうからっていうのを言われて、ぜひ体を温めてくださいねって言われたのもそうなんだけど、あとなんか白湯とかも一緒に飲んでって言われて、白湯も飲みながらやってます。で、今の時間が23時、11時なので、あと2本あるんですけど、これで1本飲んだらあと1本みたいな感じでやっていきたいと思います。生姜とごぼうがすごいね。飲める味だよね。私めっちゃまずいのかと思った。ずっと飲んでるから、マジでお腹あんま空かないんだよな。お腹すいたとかじゃなくて、なんか食べ物食べたいなって思う。だからめっちゃ動画とか見ちゃう、なんか YouTube で。1本目です。飲みたいと思います。だから全然お腹空かないんだけど、マジで。お腹はね、本当に空かないんだけど、マジで、なんか食べたい。やっぱね、一口目がきついね。その後は大丈夫。かわいい。食べて、チャパグリ食べてみたい。おはようございます。朝です。今8時50分ぐらいなんですけど、なんか全然排出とかできてなくて、なんかお便秘なのかな、分かんないけど、なんかそんなにめっちゃ最高みたいな感じでもないし、あとすごくなんか体軽いとかっていうわけでもないんだけど、なんか体の変化としては、ちょっと左右から飲みます。体の変化としては特に何も感じられなくて、まずお腹空かないんだよね私。なんかこれも気になる、お腹空かない理由気になる。なんか本当に体調悪いのかなって思っちゃうぐらいで、あとめっちゃ寝る、めっちゃ眠たくなってめっちゃ寝てるんですけど、なんか体重も言うてね、そんなに減ってないし、夜ご飯軽めにしたらこれぐらい減るよねぐらいしか減ってない。飲みたいと思います。あと頭が若干痛いです。頭痛がしている感じがする。やばい、土の味する。最初だけなんだよね、でもうっってなるのは最初だけ、後からなんか飲みやすいんだよね。ただいま時刻は11時で、実はあれからまた寝ていました。私なんでかって言ったら、ちょっと悠々倦怠感となんか頭痛が結構ひどくなってきて、なので
きっとこれの固定作用だと思うんですけど、まあ、そういうのもあったんでちょっとじっとしておこうと思って寝ていました。ただまあおトイレとか近いのでこまめに行ったりとか白湯を飲みながらみたいな感じではやってるんですけど、これうまいんだよな。はい、ということで今の時間はだいたい2時39分になります。ちょっといろいろ作業していて、まあ、集中してやれたんで、まあ、最初ちょっと頭痛かったんですけどそれもだいぶ良くなったので、まあ、水とかもね飲みながらなんですけどやっていきたいと思います。こちらです。もうめっちゃ大丈夫、すっぴん照明もないんですけどね。はい、ではこちら3セット飲んでいきたいと思います。まあ見るから人参でしょうね。人参、生姜、オレンジ、レモン、ウコン。ウコンとか大丈夫。生姜すげーって感じ。まあでも面白いわ。犬かキャットかで死ぬまで喧嘩しよう。はい、ありがとうございます。私こう見えて去年からヒゲダン好きだったんですよ。すいません。あれ、なんか声がおかしい。なんかね、花粉でやられた感じ。え、あ、そうだ、私1時間カラオケ行ってきてたんでした。花粉を投げ切れと、イエイ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 、うごしくてうろと、イエイイエイイエイ。歌いまくりすぎて声が枯れちゃいましたけれども、皆さんちょっとお腹空きすぎてもうやばい、ムチムチやな本当に。まだまだ、うん、あ、うまい。どうもお風呂から上がりましたので、結構ねやばい、咀嚼音が今ずっとモッパンばっか見てます。そういう状況です。ただいまの時刻は今9時なんですけれども、またちょっと寝てまして、私やばいよ、もう睡眠欲がやばい。ではこちらのライム茶を飲んでいきたい。これ絶対うまいな。なんか肌の調子とかどうかなって思ったんだけど、もう普通なんだよね別に。なんかいただきます。明日ぐらいわかんのかな。あ、うまっ。さっきね体重測ったんだけど、マジで久しぶりに見る体重だった。まあそりゃそうだよね、食べてないから。別にこれで痩せたとは全く思ってなくて、絶対普通に生活してまた戻るなっていうのがあるんですけど、まあでもなんか体の中がすっきりしてる感ある。なんか水分とかも出しまくってる気がするし、お通じに関してはねまあ普通ぐらいなんだけど、でもちょっと若干生理前っていうのもあるから、それも合わさってて多分そういうのもあると思うんだけど、生理前でこの体重になるっていうのは結構久々だなっていう。チャジャンミョンと炭水化食べてー。こうやって見たら確かにシュッてなった気がする。もう食べるもののね動画しか見てない、ごめんなさい。はい、ということで皆さん、これが最後のラスト1本になります。正直お腹がめちゃくちゃ空いて死にそうかって言われたらそうじゃないんだけど、もう何かを食べたすぎてもうなんか本当にね止まらないんですよ、欲望が。まあでちょっとあんまりね力も出ない、もうこれも開けれないしね、まあ、開けれるんですけど。はい、では最後に飲みたいと思います。ビーツとキュウリとパイナップルも入ってるから絶対うまいやん。見たらわかる、うまいやつ。いただきます。おお、びっくりした、ごぼう強。最終日なんですけど、なんかどういう変化があるかって言われたら、まあ、正直そんなにめちゃくちゃ変化があるかって言われたらないんですけど、でもまあ体重は確実に減ったんですけど、まあなんかその排出完全になんかお通じ何回も出てみたいなのはない。なんか本当にしっかりとお通じがありましたみたいな感じなんで、結果的に明日とかからなんかいろいろ効果があるのかなと思うんですけど、一応明日も回復食は食べるんですけど、その後も回復食朝昼ぐらいまでなんか柔らかい食べて、夜とかもそんなあんまり無理のないようなものを食べて締めたいなと思ってるので、デトックスした分を急になんかバコーンって伸ばすようなことにしないようにしていきたいなと思います。はい、ということで皆さんおはようございます。朝になりました。わけあって今ですね、最終3日目の6時24分ということになるんですけれども、ちょっと用事があるのでこんなに早く起きちゃいました。なのでちょっと今から回復食というものを食べていきたいと思うんですけれども、皆さんこちら見てください。すっきり大根と呼ばれる巷で有名な回復食らしく、これ皆さんね、ちょっと今回もレシピ私合ってるか分かんないんで見せないんですけど、まあこの煮汁だったりとかきゅうりだったりとかっていうのをゆっくり食べて、なんか宿便っていうのを吐き出すみたいな作業が最後にあるらしいんですけれども、それをやりたいなと思います。なので今回の体重的にはですね、朝測ったら、まあ、1.5 キロぐらい
減ってました。だからまあなんかあんまり思った以上に痩せないなとは思ったんですけど、私結構生理直前にやっちゃったので、おそらくまあそういったむくみもあったとは思うので、まあこれぐらいの減りなのかなというか、まあ、久々に見る体重にはなったので、まあ一応これで痩せなかったらおかしいだろうみたいなのはあるんですけど、まあちょっとすっきりはしたなっていうのがあるので、まあでもちょっとその生理前でやっちゃったから、なんだろう、お腹の張りとかは若干あるような状態ではあるんですけれども、それでもなんかちょっと顔周りとかすっきりしたし、なんか食べなかったことによるこうなんか逆にストレスがかからない感じが良かったなと思います。でもね、ちょっと最終日の夜はね、マジでちょっと食べ物を食べたすぎて、なんかいろんなモッパンとか見すぎても、ね、目がね逆に冴えちゃってなかなか眠れなかったんですけれども実はね寝るって言ったのなんで、ちょっとまあ食べるって素敵だなって思っております。なので早速食べていきたいと思います。まずお白湯もねしっかり飲んでいきたいと思います。1時間後にはお腹がギルギルってなって、お通じがすごく良くなるそうなので、そこはやりたいなと思います。まとめをねちょっと取れてなかったので、今回ラジオでお伝えさせていただきます。で今回なんですけど、マジでお腹空かないんだけど何かを食べるっていう行為の欲がすごいなっていう印象と、まあ多少の後天反応で倦怠感頭痛があって、あと眠気がすごかったなっていう印象がありました。でもジュース自体はすごい美味しいし、まあ、常に飲んでるのでお腹がねすくっていうことは本当になくって良かったなと思います。で終わった後もかなりまあスッキリ感があったので、まあこれは体内で固形物を食べなかったから肝臓とかいろいろ休めることができたのかなっていう印象です。で気になる体重なんだけど、 1.5kg ぐらいマイナスになって、今は 500g ぐらいは戻りました。でもそれ以上はあんまりいかなくて、やっぱその食べ過ぎた日とかは結構上がったりはするんだけど、でもある程度その 500g 上がったぐらいの状態でキープできるようになったので、まあなんかすごいいいきっかけにはなったかなと思います。でこれをね戻さないように自分でも頑張っていきたいなと思ってます。今回初めてジュークレンズやってみたんですけど、美味しくて楽しくっていうか途中大変だったんですけど、意外とねこういう風に気軽に2日間でできたので、また機会があればやってね、中から綺麗に、もう最近お酒飲みすぎなんだけどね、やっていきたいなと思います。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。今日も見てくれてありがとうございました。バイバイ。